本動画をご覧の皆さんお越しいただきありがとうございますご了承です本日は放課後堤防日誌第11話を押してリアクションを収録していきたいと思いますよろしくお願いしますでは行きます3 2 1 5あれ2人っきりだもう2人ででもとりあえず釣りに行きたいぐらいあそうですかだいぶハマられましたしもうこれが普段の 楽しかろうなーちゃんとあれつけてんだなああのお風呂たうん何すかこれなんかすごい危ないのバリなんでバリっていうのかとかまたあるんでしょうね愛語知らんなーええー、超超危ねえじゃん ーこわーうっかり触れないなじゃあバリあそうあーそうなんだうまいんだへえなるほどねあえそうなのそんなに味の印象って違うもの部長とそんなあの状態でわかるほどえっ、ー、つったら食べんじゃないのあやっぱりね やっぱ、つったら食べるっていうのはな、伊達や水郷で言ってんじゃないあ <laughs> <laughs> あ、あーそうなんだ。そんな違うのへえ。すごい、すごい、この、水面越しに、あ、でも、声ね、すごい届くんですよね。水面渡って届くからな。バリをリリースしたんですけど、ああ、やっぱ、調理方法次第を、 ッキュピーン出たねうの先輩ちょっととりあえず今回取っといてうん捨てないで取っといておお<う>何だとっていうね美味しいやり方があーえ早速ですか今回はいあハサミなんだまあねえー、はいんてタッチ悪いなこいつ <laughs> うんへえそれもハサミであんだ おわこのえなんだこれへ、えあそんな形になるんだへえ S 字に並んでくんじゃないんだうん、はあ,あなるほどなるほどそうやってくさえ早、はい、はい、特になんかね泥吐かしたりとかそういう処理じゃないんだ内臓をちゃんと他に悪影響が出る前に取り除いてしまえばいいのか なんすか今の部長の。やれやれみたいな。うまくいったぜみたいな感じの。ねえ、ちょっと、ためましたよね。部長、なんか考えてんなっていうね。なんか考えてるか、あと、もう11はすかマジですかすっごい早く感じる。まあ、堤防だからなんでしょうね。一回お休みがあって、 やっぱりまあ再開したら忘れるんだろうと思ったけど感覚には残ってて堤防ってゆっくり進む作品っていうなんかね時計のセッティングがスローに設定されたかのように思ってたのに対してまあ実際は1週間に1話進んでいくんですっごい早く感じる再開してからもう終わりは信じたくないなまあこのぐらいに来るとね91011話ぐらいに来ると。 まあ思うんですけどねでも意外でしたね今回「キス」っていうタイトルだったから「へえ」と思って全然違う「バリ」とかいうでもあんなのもあるんだないろいろ見せていくんでしょうでキスでね一瞬「あこの絵あの人」と思ったけど「大丈夫大丈夫別にあの人日本語わかんないから」っていうねまああのマイアニメリスト名物の十字軍の方なんですけどね 本当にね、どんな作品でもね、よくそこにユリ要素見出したなっていうね、方がいらっしゃるんですけど。まあいいわ。別に今回反応されてないでしょう。お疲れ様。何でしょう。今日の超、あ、バリバリがバリバリ。ええー、お父さんご存知じゃないんですか <laughs> お前な。お前な。まあいいけどね。<laughs> ほんとすぐ、 自分が教えてもらったことを人に「ああ嘘でしょ」<laughs> 今回のっけからやってくれますねよくそんな無慈悲な冒頭から開幕から <laughs> 開幕から総戦力できたなあそうなんだえあそうでもキスなんてすっごい食べんじゃないよく出ますよね私も大好きですわ ただ <laughs>、釣りに行こうっていうか、そうっすね。大変なんですか難しいんですか時期じゃないんですか釣った後がめんどくさいとか。ああ、多分それじゃないんだな、うん。そこじゃないんだろうな、キスに反応してんだろう。キスを釣るということに。うん。はい、なんですか。はい。 大変なのよっぽどのなんかは、え <laughs> あーなるほど餌がやばいやつなんだへ。ああなるほどねさーてひなさんやってもらいましょうじゃないですかやるってったからやってもらいましょうね <laughs> いいですじゃないよお前自分からあんだけ 自慢げに言っといてさー得意満面だったじゃね <laughs> ふざけんじゃないよいつか <laughs> ここだけフレームレート違いすぎでしょ、うん、うんうんわざわざあそれってああじゃあキスゴムしいや聞いとけやお前手ボブだろっていうかいつかはできないといけないんだからさいや本当だよ せっかく自分から言い出したキス釣りに必要なんだから。んふふ橋の上まで響いてたからね。いや、お前がどうにかなれ。とりあえず触。っ <laughs> うわぁ。まあでもね。ああいうのを気持ちいいと思えるようになったらね。え,ーえ、なんかなんすかでもよかった。あの、赤井さんもう一回おいでになってね。待たれてましたよ。 ハイパーイソメンえー、そんなんでつれまあそうかなそんなのもあるかそれでいくらっすか <laughs> いやお前リアルだからいいんじゃん <laughs> <laughs> あのねいやちゃんとってねどっちがちゃんとしてるかん <laughs> <laughs> すごい 楽だなうんおおはいでも生き芽もいつかはね使えないといけないですからねうんおうわやばい <laughs> 全然わかんないまずキス釣りってどうしたらいいんですかどのどの竿で浮き輪使う方がいいんですかどこに投げればいいんですか沈めるんですか投げるんですかそれもわかんない まあそうでしょうねはいそっかググればああそうでしょうねあありがとうございますよかった助けてもらえるんだったら <laughs> こんな頼もしいことあるもう無敵じゃんうんキスですはいおお ちょい投げなんすかちょい投げってちょっと投げるの全然そっから分かんないですまずはい白ギス出たまたああそうなんだちっちゃいんすよねうん私開いた天ぷら食べたことあんまり食べたことない丸のままの方が多いああこれでそれでかああなるほどね うん。そ、おるのへうん。そんなすぐそばまで来るのへそれだから土をいなげかへあ、なに浮いてる針だけ浮いてるへ天秤、ああ、なるほど。なんで天秤っていうんですかおああ、なるほどね。 糸から距離を作れるように離しておけるやつなんだそれで腕が伸びてて天秤かあああへえすごい知恵だなすごいなうんーはいおおおおーああそうっすね波の状態見て付け直すんだはえ 出たまた専用なんのすうんあと返しの形すごい変わってんななるほど小さいからかはあ、時期によって違うお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 ういや特に調べもしずにね適当に <laughs> 適当にもらったものを持ってって <laughs> これで一生みたいな全部一生っしぐらいの <laughs> まあ私もそうでしたけど大した変わんないんじゃないみたいないやーああ <laughs> 部長らは使われるんですかいやそりゃそうでしょその方うが <laughs> 気合の入れようよいつかは触るようにうん <laughs> <laughs> 結構失礼なやつだな まあそれを試すのもいいよな。まあね。わかんないな。どのぐらい。まあこれでどのぐらい超変かるのか見るのもいいよな。ありがとうございました。店長、本当に。いやー、助かった。勉強になった。すっごいありがたい。うん。うーん武器から出るんですか。なんとか、ね。<laughs> すぐその心配だけど。はい。 まあそうでしょうね。うん、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 うん。なるほど、なるほど。ただね、気をつけててもね、引っかかる時は引っかかるからだな。ふん。そういえば、夏みめっちゃ焼けそうって言われてたな。あのー、軽音のアズニャンぐらいにどっかでなるんじゃないかって言われてましたけど。なーるほどね。ビーチエピソードだけど。うん。 でも靴履いて…えあ、え？裸足ですかああへえ熊本の夏ぐらいのでも冷たいんだへえあこれか今回のサムネのやつねなんて平和で楽しくて賑やかで明るいビーチエピソードなんだろうっていうね は <laughs> な、はい <laughs>。何しに来たんでしたっけっていうね <laughs>。まあいいじゃないですか、しばらくは。うわ、今回の <laughs>、ここの、ジングル <laughs>、はっきり変わってましたね。さーて、まあ教わった通りにやることになるんで、はー、はい、はい。 これで投げるんですかこれがちょい投げね。どこがちょいなんだろうな。そんなに振るには、はい。もう釣る気まんま。釣れるの前提ですかさて、出た。いや、もう作り物でそれ。<laughs> そういう風に作ってあるんだよ <laughs>。顔っていうね、顔芸。<laughs> よかったですね。エ、えー、ブル それさそんな <laughs> 作り物でこのありさまかよす <laughs> いやリアルなリアルだから意味あるんだろうがうんあへえあのぐらいやっぱり敏感なのは敏感なんだへえおおはい正しいっていうんですね余らせる部分をねえあそうなのへえ <laughs> いち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 つっかかるやつだなほんとにまあそれもいつかああ残り使えんじゃんあれあれ何個分にもできんじゃんはいうん <laughs> そう何個でもやれいいそのぐらいああ <laughs> いや <laughs> すごい すごい身体能力発揮したな超能力か <laughs> バトルモノでも通用するぐらいのカジ場の疾走力はい <laughs> なああすごいな筋金入りだなうんまだ全然慣れてないっていうねうんうん着底はいうん ゆる緩みというかたるみをなくすぐらいにするはいあずる引きうんへえまあこれもあんだろうな結構敏感な魚みたいですからねはな何でしょうかはいあーなるほどねーあーすげえわかりやすい説明さすが部長 相変わらずですね。うん。おぉ。はぁ。そう。あ、あ、はい。へぇ。えぇ、ー、すごーい。もうすか。うん。ひな早く投げないの。うーん。はい。 はい、へえしばしねうんうんおーおーすごいなこうやって実例を見せながらまあ大野先輩もそうですけどああやって見本だっつって超かあげられるもんかねあえもう全員連れてるすごいはい <laughs> いつまでそうやってんだよお前そ <laughs> そこまでええ疑似だと違うすかあーそっかまあやってみましょううん疑似鋭でのふさわしい分かんないじゃんそれあんた疑似鋭なんだからさはいまあとりあえずやってみましょうまあ生きでね慣れるのもいいし超過にも影響するだろうからそっち使った方がいいんだろうけどさて ただ疑似絵だとどうなるかっていうなのももう、いけ平気な人はね、わざわざ選ばないでしょうからね。<laughs> まあそう、いきなりはね、はい、そうっすね。うん。これはもしかして何回やっても、からっきしのおやつですか。お、でもすっごい真面目に、先輩に教わった通りに、トレースしてんなさすがだな、ひな。 あの辺、変にね、なんか、油断したりとか、適当に雑に真似たりとか、変に自己流入れたりとか、うん、やっぱ来ないのか。へえ、もう、ね、もう日が暮れかかってますもんね。来たか、本当に来た、それ。うーん、どうでしょう。 静かな <laughs> 時の流れを感じる <laughs> あらあらはいやっぱ違うんだうんでも作り物なら作り物のなああやって揃えてあるんだからお店に何かあるんだろうと思うんだけどね大きいハードルになったな意外と <laughs> 虫の壁 <laughs> まあそうなんだろうけどさああなるほどね通りっぺんにかじゃあまあうん、えー、かわいそううん学び方を自分で学んでいくことも大事ですかああそうっすね まあそれもそうだし。うん。いい指導者だと思う。あれでやめたってならなかったらな。うん <laughs>。わかるけどね。まあでもこれはね。ああ、ダメだったか。ダメなまま結局。帰るか。へえ。ひな、初めての敗北。うーん。 挫折を味わえましたね。<laughs> 早速集計 <laughs>、早速集計に一個追加ですね。ブランクフェイス。<laughs> 長い。今回のブランクフェイスは長い。わ<カ> <laughs> か、まあいろいろか長い。今回。キス釣りは、キス釣りは諦めた。 私には無理な話だったか。遠い世界の話だったか。は、なんでしょうか。ーいやー、なるほど、なるほど。これはかつてない受難ですね。ひなさんにとってはね。おお、そうですよね。まあ、これ、事前にやっとかなかったのが、一つ、学習の点、学習点だったな。うん。 畏敬のためだもんね。うん。そうでしょうね。それを自分で調べる方法を学ぶのも。うん。で、何が違うんですかね？まあ生きてるように見せる。うん、ひなに教えてもらうことになるか。なるほど。これで <laughs> ね。これでひながね。そうですね。 これでひながダメだったらもう全員ダメっていうね。なんでしょう。はい。なんすかーっていうね。まあ、後でわかるでしょう。長さ、長さを変える日。うんうん。やっぱ命を吹き込んで生きてるように見せないといけないってことなんだろうな。人間の手で。うん。でもまあ。 ああえー、ハイパー磯目うんまあね壁高すぎるとあ <laughs> まあすごい大した情熱ですねああこの切り替えの速さ頼もしいぜえキス釣りで弾くのかへえ初めての弾きだなうんうん釣り針と書いて針ね はあ、なるほど。いやあ、もう11話でね、ちょっと早すぎませんかってね。早すぎるわけないだろうって話なんですけど、やっぱ早く感じるなあ。もうあと1話っすよ。という今回になって、初めて引きのエピソードが入ると、キス釣りがそんなにね。まず、1匹目釣れるようになるまでに、2段階壁があるというね。 だからキス釣りでにはなるんでしょうけどなるほどねやっぱりまあそれは違うだろうけど私だったら私だったらもう今回まあひなさんがいたんでこうやってまあひな自身も学ぶことが多くなったしそのひなの学びを通じて我々受け手の側でも 教えてもらえることが増えたんでそれは良かったんですけど私だったらもうそんなもん調べないでさっさと生き江戸っつってしまうなあれはまあ本当にね人によってなんだけどああいうのはねえ全然平気な人は平気だしひなみたいにダメな人はあそこまでダメっていうのはななかなかいないかもしんないけどまあどうなのか分かんないですけどね私自身も全然平気だし 周りにそこまでの人いないな特に何の虫がとこもいないしおお物質になって次回の最終回のねはあ最終回か次回でも今回本当にクライマックスの序章としてそれにふさわしい初めて主人公にまあ <laughs> バトルモのさながらのあの身体能力も披露されましたけどまあ主人公のひなさんが初めてここまで大きい壁に 向こうから降りかかってくる災難とか怖いもの不気味なものってのありましたけど自分でまあ言い出しっぺってこともありますし自分で進むべき方向を既に設定してあってそれにたどり着くにはまず乗り越えていかなければならない壁があるとさて生き栄の壁と疑似栄の壁ね生き栄はそのものが壁になってこっから無理っすってなるし疑似栄なら疑似栄でじゃあ疑似栄を <laughs> 疑似栄を 手で触んのもそんなにっていうね。一日。買う時から、そんなにキモいですかっていうね。ただのプラチックですよ。まあ、プラチックか分かんないですけど、あの、プラチックだったとしても、まあ、最近は自然分解するやつも多いでしょうし、結構本当に、まあ、もともとね、その、本当の生き物の構成している物質と、ああいう疑似餌でも何でも、まあ、大した変わらないことありますしね。蘇生とか見るとね。なんで、まあ、リアルになればなるほど、疑似餌にした意味がなくなって、 本物の生きに近づいていてくんですけどでも生き家に近くなればなるほど超過はね生きと違わないものが得られるようになるでしょうしこの辺はジレンマなんですけどねその疑似を買うところからいちいちそれを取り出したり開けたりで開けたら開けたって別にそんなことしなきゃいいのに匂い嗅いでみたりとかまあそっちのねハードルもね疑似の壁を選んでみたら見たで今度は釣れないっていうねうん。 で、初めての坊主で帰宅そして何を学ばなければいけないかを学んでいくことも学びの一種という本当にまあどんな世界でもそうですけど物事に対する考え方をまず見いだしていくというねことをひなさんは経験していくんでしょうけどその入り口に立った今回うんやっぱりこれまでと違ってすごく本格的に挫折するか否かの境界線上さまようぐらいの大きな試練でしたね。はあ なるほどなるほど。今回は引いて次回やっとヒナが釣れるかどうかその勉強と訓練の成果を試すことになるんでメシテロを先にやっとくっていうね。<laughs> なんでそこまで絶対やなきゃいけないんですかっていうね。まあでも本当に毎回やってくれますけど今回は冒頭からいきなり惜しみなく火力を展開してメシテロが行われてでまあ一旦そっち方面ね焼け野原になったところでキス釣りかーうーんそうっすねキスは 私も大好きですね。天ぷらで天つゆっすね。うん。今回は魚で出てきたのは、まあ、キスとバリか。まあ、また、これも名前がいろいろね、本当に、その、魚の成長段階によっても、季節によっても、地域によっても、あとはその人のなんか固有の合意によってもでしょうけど、バリね。なんでしょうね。針が危ないからバリって言ったのかな。あと、まあ、危ないんで、 危ないものっていう感じ。そういう危なさをもう名前の中に入れといて、で、危ないものだってすぐに認識できるようにとか、そんなのもあるかな。わかんないですけど。うん。これはね、あの、前回で出た、食べると危ないフグに対して、触ると危ない魚の毒。だから毒にも二つ大きく分けて、種類があるんだと。魚釣るときに気をつけなきゃいけないものでも。っていう話題があってね。まあ、それは後でお話しますけど。 あんんなな危ないんだへまあでもいるんだろうな。ね、まあ本当に冒頭で一丁かましときますかぐらいの軽く視聴者を見逃しにする鼻歌混じりの大虐殺が行われましてでそのバリもねただ適当にさばいて食べたりすると磯臭くて食べらんないとそれがあの状態でももう匂い嗅いだらわかるぐらいでもそれもさすがスーパー王の先輩の手にかかってああやってちゃんと正しく調理されれば ただのさ、ただそこでさばいて刺身にしただけで美味しいっていうね、はあ。あるもんですね。魚って本当に奥が深いな。今回のね、釣り、その知恵ですけどね。こういうところにも、まあ何回か今までもありましたけど、本当に戦時の知恵がぎっしり詰まって、いちいち、ああじゃないこうじゃないの、試行錯誤があって、その英知の集大成が今ね、ああやって釣り具店に並んで、あそこも本当に知恵の宝庫ですね。 まあ店長もそうですけどねああいう人が代々まあ店長自身も相当つられるでしょうし代々知恵を継承してそういうものを相続して各世代に伝えていくという役割の方がいらっしゃるんで今我々もああやってね教えを請う,うことができるというんで本当にその調理方法でも何でも素人がいきなりやみくもに手出して何一つ歯が立たない世界なんだけどちゃんとそういうものを 調べたり、教わることに対して、うとんじることなく、前向きに取り掛かっていけば、どっかに活路は必ずあるというね。さて、その、今回の、剣ひな、初めての敗北を知る、から、かすかに巧妙が見えてきましたけど、まあ、やっぱり、今の段階で予想できるのは、生きてるように見せる、だろうな、ということぐらいしか、ないですね。うーん。なんでしょうねって感じですね。いやー、でも、すごい、ラスボス戦、 ラスボス戦時見てきましたね。ここへ来て、さすがだなこれが忠実な原作の軌跡をなぞった構成なのか、それともアニメ用に一シーズンの山場として構成してこういう風に作ってあるのか、わかりませんけど、まあでも、本当に、この作品の第一期を締めくくるのにちょうどいい、うん、手応えのある敵が立ち塞がりましたね。まあ、キス自体はね、その、なんか、でかかったり、姿形が、 ひなさんの許容量を超えていたり、それこそ危なかったり、下ごしらえがめんどくさかったりはしないんだけど、その辺は釣ってしまえば割と手のかからない魚なんですけど、釣るまでが大きな壁になっているというね、感じでしたか。いやー、盛り上がってきましたけど、次回ね、まあ、どんな決着になるのか楽しみですけど、これがまた一筋縄でいかずに何かしら意表をつく展開とか、復縁とかあるんですかね。 まあ今からじゃ全然わかんないですね。まあこれはね、もしかしたら、今回のディスカッションを拝見してたら、まあ本当にこの作品ね、人気も上がりましたけど、人も増えて、で、みんなのその、この作品に対する思い入れとか、愛情とか、相当過熱してきてるみたいで、まあ反応とか見てるとね、だいぶその辺の手応えが強くなってきた感じでございますね。キス釣りも経験された方いらっしゃいますかね。うーん。 わかんないですけどね。毎回本当に釣りに対してはね、経験者もいらっしゃるし、まあこれを見てじゃなくても始められた方とかいらっしゃるでしょうし、何かご存知の方が。で、他の地域だとね、キスって何て言うかと、そもそもいるのかいないのか、ご存知ですかキスってっていう感じですけどね。割と一般的に世界のどこでも釣れる魚なのか、日本近海に特有、もしくはそれに近いのかとかね。 また誰かご存知の方が書き込まれてるかもしれませんけど、まあその辺は後の楽しみと。で、まず前回のですね、第10話のニコ動の方にあげたリアクション動画にコメントいただきましたんで、そちらを拝見していきたいと思います。今回も皆さん早速コメントいただきましてありがとうございます。前回第10話の味が良いから味、語源とされるらしい。でもこれ私聞いたことありますね。なんで聞いたことあるんだろう別に気になって調べたことないですし、まあ多分だけど、 なんか雑学系の本とかなんかで知ったんでしょうね。これ聞いたことあるなぁ。アジね。ただ、まあ私もアジ好きですけど、全然。全然好きですけど、取り立ててあらゆる魚の中で味がいいということで、アジという名を冠されるほど飛び抜けて、どの魚よりも美味しいかって言われると、まあこれは好みによるでしょうけど、それほどでもないですね。<laughs> うん、別に、だったら私はもう、 ブリ、サバ、サケ、サンマ、そっちの方が圧倒的に大好きですね。まあ、ブリはね、あの、生姜醤油につけて、で、一晩つけて焼くというね、照り焼きにするというのが大好きですし、サバは味噌煮。まあ、あと、ただの塩焼きでもすごく美味しい。あと、サケはもうね、言わずもんかなんですけど、まあ、サケはもう生で、お寿司でも美味しいし、焼き鮭言わずもんかな。で 私、小さい頃から、なぜか、なんかね、あのー、おじいちゃん、おばあちゃんの家って、なんかそんなのありませんこれだけなんかいつも大量にあるみたいな。鮭缶だけがなぜか、必ずあってね、私はよくもらってたんで、缶詰のやつもね、水煮も大好きですし、で、サンマですけどね、もうサンマに取り立ててなんかこれ以上いうことありますっていうぐらい、最高ですよね。あとは、あ、カツオね、お寿司たたきだとカツオね。まあ、いろいろありますけど、ね、<laughs> 特に魚食べたい何しようと思った時にアジは開きが開きでも食べたいなと思ったらアジ選ぶぐらいでそんなでもまあとにかく人によるんでしょうけどうーんでもこれ聞いたことありますしそうでしたねっていうねまあでもね前回とかでも特に釣れる魚だけでもあんなにある中でまあでも確かに美味しいのは美味しいです別にアジという本当にこいつに使っちゃっていいんですかみたいな文句があるわけじゃございませんなるほどなるほどええー、これねうん 詳しい説明はコミックスで、なるほどね。多分だけど構成上、まあ、きっちりもう1から10まで、これ見ただけで全部できますみたいに説明する回もあれば、ああやって、その回で焦点を当ててるものを描くための時間を作るために、詳細は別行に譲るみたいなね、判断がされることもあると。この辺は構成上のでしょうね。<laughs> 番外編の漁師エピソードあんのこれも単行本でか。へ、えー いやー、釣りだけでもね、今回まで見てきてマジですかっていうこの作品思いましたけど、単行本の方に行けば今度は狩猟漁師エピソード、狩猟の方の漁師エピソードも、そんだけ番外編として描くぐらいの知識量とおそらく経験もこの作品に込められてるってすごいなこの知識量と経験量とあとそれを解説するんだけど、あくまで物語の中で、もしくは登場人物の経験とか、 学びを通じて分かりやすく、で、漏らさず、大事なところは、特に強調して、で、厳しい時は厳しく、いろいろと教えてくれるっていうのはなぁ、すごいですね。そっちであるんですね。あと、海水の3倍ぐらい、10%の塩水って、へぇー、そうなんだ。じゃあ、私が想像してた、塩すり込むなんて、言語道断ですね。塩分10%でも、海水の3倍あるんだ、へぇー、じゃあ、相当しょっぱいっすね。 海水めっっちゃしょっぱいですもんね海水でもめっちゃしょっぱいと感じるぐらいなんだからうん海水は3%ぐらいか、まあ、海水はただの塩水よりしょっぱいと感じやすいらしいですけどね塩以外もたくさん入ってるからなんだへえじゃあそれでも相当塩は強いんですねオープニングのラストがですねあの私もまあさすがにここまで万力として顔なじみのアジアジゴさんなんであれアジゴでしょみたいなあれアジでしょみたいな思ったんですけど オープニングの中に各エピソードで出てくる要素が詰め込まれてると。で、やっぱりあの、オープニングの最後の方の、ヒナが釣り上げるカットは、しょっちゅう進化版写真ちゃんとコラにされてるのを見かけるあのカットは、前回10話のあのシーンだったんですね。ね。リールがなくて、アジ釣ってて、で、王の先輩がモを持ってると。うん。ですね。それでアニメーションに関してですけどね、アオサギもアジさばくのも、 原作読んでてここどうアニメ化するんだろうと思ってたら原作通りでビビったっていうね本当にまあ毎回そのさすがにそういう作り手さんだってことは重々承知の上ですけどいやーちょっと本当にどうかしてますよね普通だったらここねどうやって枚数を省略して書かずに済むかっていうことを工夫するようなところで <laughs> 自分から枚数を増やしに行くっていうね ありますよね自分が漫画とかで知っててでこれアニメ化するらしいけどこの場面ってアニメで描けるかっていうどうやってアニメ化するんだみたいな言うことありますけどまさかの動画工房さんさすがですねっていうねそのまま <laughs> そのままフルに書き切るっていうねもうわざわざ茨の中に突っ込んでってる気がするんだけどなそこをどう避けるかじゃないですね怖っていうねお見事でしたね NHK 北海道の昨年 NHK 北海道の朝のニュースで アニメで観光 PR ね。うん。ゴールデンカムイかと思ったら、邪神ちゃんでビビッと思い出。まあ、ゴールデンカムイも、まあ私拝見してないんで、噂だけであれこれ言うべきじゃないと思いますけど、相当刺激的な作品らしいじゃないですか。わかんないですけど。そこだけ、たまたま出てきたそこだけ取り上げられて誇張されてるんだなければ、相当らしいですけどね。まあ、ね、そうですね。邪神ちゃんも大概だし、あと、最近、邪神ちゃんとコラボしてるミルキーベルさんが、 まあいろいろキャラフロートを作られたんですけど、今回とうとう市長フロートまで作られたみたいで、その器のラベルに市長が <laughs>、まあアニメに出てこられた市長が、ドーンプリントされてるっていうね。うーん。思い切りましたよね。なかなかの賭けだと思う。まあいろいろありますからね。アニメ、まあアニメに関するそのイメージというか、あと、まあ以前にも申し上げましたけど、失敗もいろいろあって、失敗しないようにするための、 ノウハウハというか、気をつけるべき点も、蓄積されてるんですけど、あと、失敗してもこの程度かっていうね、こともだんだん、事例がたまってきたんで、割と、まあ、右見て左見て、そろそろじゃあ、うちも、つって、手を挙げる、もしくは、何かしら持ちかけられた話には乗りやすくなるようにはなりましたかね。うん。ただ、邪神ちゃんは結構、まだ、まだまだ結構、危ない橋でしたよね。まあ、今思えばね、ふるさと納税であんだけ集まって、 るってことは、あと、そんなにお金と行動力があるファンがついてんだったら、これは市のね、財政にも大きく寄与するのは間違いないんで、地方自治体としては確かに、これを有効に、この協力を仰がないという手はないんだが、まあ、それでもね、おい、それとはできなかったでしょうっていう感じですね。えー、日本なら死んでしまうとは何事か。なるほどね。そうですね。このミームと同じぐらいの頻度で見かけますし、使われる場面も似てるかな。 あのちょっと危ない目に遭っただけで死んでしまうと何事だとかね。まあその前回で申し上げました理通じゃないですけど、まあ危なっかしいキャラっていますよね。いつ死ぬんだとかね。あとちょっとスレを覗きに来て、あれってもう死んだみたいな。まあその手の不謹慎ギャグというか、ミームというか、定型文というか、ね、この死んでしまうとは何事だも、まあなんか危なっかしいキャラが、まだ死んでないですみたいな、ツッコミ待ちのボケとかで使われたりしますんで、まあ似たようなもんですかね。 えーで、ヒナが詐欺にカモにされてるってすごい三重にかかってる。ね前回のそのヒナがまんまと餌やり気になり果てるところをうまいこと言葉のかかりを抽出して記述するとこうなるというね。これね、本当にうまいしうまく言える状況ですよね。ヒナが詐欺にカモにされるっていうね。なんかどっかのあの、まあ、今は完全に社会的に埋葬された方なんで、あえてまた死人に夢中打つように触れるのはやめときますけど、 まあまだ明快でねなんかごそごそうごめてらっしゃるみたいですけどまああの賭けに掛けまくったコピペ文ねあれを思い出させるものがありましたねあとそのこれ書けやすいっていうのはさっきのアジもそうでしたけどもともとの別の意味とか用途の単語が動物の名前に付けられるっていうことが多いんで動物の名前が元の言葉動作だったり状態だったりを指す言葉と 響き一緒のまま二つの意味を持つようになるんで、こうやって掛け言葉とかにしやすいこと多いですよね。まあそんな感じでこれも前回の状況をこちらも全部鳥にかけて、綺麗にひとまとめに締めくくっていただいて、前回第10話のコメントということになりましたね。コメントくださった皆さん前回もありがとうございました。いやー、ほんといろんなことあるな、この作品だと。ね、いろんな情報を、まあ、コメントで教えていただいたり、 リアクションディスカッションを拝見していって教わることもあるんですけど本当にいろんな方面に興味を持っている方のアンテナに引っかかるというねいろんな側面を持っててそれぞれが別の魅力を持っているというなかなか軽有な作品だと思いますけどそのリアクションディスカッションですねまあリアクションのメンバーはいつもと一緒とずっと変わりませんとまあ前回は本当にまたアジスかっていうね話だったんですけどそのまたと思われたアジをめぐってまた全然知らない話が ボボロボロ出てててくるるっっいう意外さも持ってる前回でしたねなんでまあその辺驚かれてる方が多かったんですけどまあいろいろねこの後前回の本当に特徴的なところありますけどまあそれは触れてる方多いんでディスカッションを見ていきながら順にですねでちょっとですねそのディスカッションを拝見しに行ったら最近の作品ではここまでのあったかっていうぐらい久々 ちょっとしばらくお目にかかってないぐらいの高評価だったというね。まあこれ投票なんですけど、前スれあって、昔はなかったんですけどね。最近のアニメの各エピソードのスれだと必ずありますけど、投票ですね。5段階評価でなんですけど、前回はですね、エクセレントが84.62%という凄まじい高評価の圧倒ぶり。ここまでのは、まあ、 めったに見られるもんじゃないですね。私も普段はね、その、まあ、マイアニメリストの点数も気にはなるけど、まあ、その、なんですか、マイアニメリスト歴が長い方に言わせると、あれ別に気にしても、特にどこにも何の影響もないからっていう方もいらっしゃるし、それでも気になるっておっしゃってる方もいらっしゃいますし、まあ、そんなに毎回注目してないんですけど、前回はちょっと特徴的なね、この投票結果だったんですごいなと思って。まあ、ここへ来て、 評価も上がったんですけど、人も増えたみたいですねっていうのが、後でちょっとあります。まあ、ありますよね。特に、前期、今期はね、やられた作品多かったんで、そういう方もいらっしゃるかなというね、ことがありました。で、集計屋さんですね。すごいこの人の、この作品を見るときの、まあ多分そういう、ご本人もそういう感性を自覚されてて、こういうね、なかなかない発想だけど、誰かやられてんのを拝見すると、なるほどね、というね、集計屋さんというのをやられてるという、うん。 こういう細かいところとか同じものを何回も分析的なしかも別の分析的視点から見るということが普通だったらね1回見たよとかなるんだけど苦にならないのかわかりませんが同じ話を何回も別のふるいにかけてでご覧になったりねしてるという中継屋さんのコメントですけどもう2回も釣っているのにそうこれ以外でしたよねもう2回も釣っているのと同じものを釣ることになるのだからひなと同じようにがっかりしそうだったが。 新しい魚をたくさん釣ったりそれらについて話したりアジの釣り方や食べ方を何種類か教えてもらったりしてるのを見ることができた時間をかけていろいろな釣り方を披露してくれたので一度に釣れそうないろんな魚を一通り見ていけたのはとても良かったよとうーんこの辺はかなり同感な方多いでしょうね「またアジですか?」っていうね <laughs> しつこいですけど「もうやりましたよ」の下り一回終えて「すいませんでした」っていうね経験があって3回目になると「いやもうないでしょ」と。 思ったんですけどまだ色々ありますよと、うん、あとね、堤防で今回もまた新しい魚登場でしたけど、本当に釣れる種類の豊富さねがありましたよと。あとね、うん、本当にこれは多かったですね。あと待ち望んでいたひなとまことのレッツクークが復活した。先週はネットパパさんからのリクエストでひなのブランクフェイスも追加してくれとあった。よかったですね。要望出しといて今回早速その成果があって <laughs>、発揮されてひなさんの ブランクフェイス。かつせなく長いブランクフェイスがゲットできましたね。うん。早速1個。この集計に大きな追加があります。今回。今週は残念ながら過去の回を全部見直す時間がなかったが、今日の回からこの3つを持ってきてみた。本当にね、顔芸ヒロインって言われてましたけど、よくこんだけいろんな面白い <laughs>、顔されますね。この、ね、この白目のやつはね、ちょっと違うかなって言われてるんですけど、これちょっとガラスの仮面ネタっぽいんだよな恐ろしい子とかね。 この真っ白目は、ちょっと寄せてるんじゃないかっていう感じがしますけど、全員がこの白目なんで、真っ白な目をしているのはおそらくカウントするに当たらないと思うが、今週中 <laughs>、すごい根気というか、ね、今週中どこかで、以前の回を見返す時間があるはずなので、その欄を追加しようっていうね、10話まで来て、日のブランクフェイス一つお願いしますって言われたら、じゃあ今週中に見返しみますって <laughs>。よくめん、めんどくさくないのかね、この人は。すごいな。 まあでもね、そう今回大きな収穫ありますんでねいつものように何か修正や提案があればまずは私に知らせてほしいありがとうということでいつも本当にいい仕事をされますね今回の成果も楽しみですねあとこれねこの作品のまとめ的な総評としてもすごくいいコメントだったんですけどまあそれに対する返しがね毎週決まって私はこの作品をいかに自分が楽しんでいるかに自分でも驚いているその楽しさ軽快さそして 堤防部の愉快なドタバタを見ていると常に私の顔にアホみたいな笑顔を浮かばせるこの作品はそれが素敵さでできているという以上の深さに欠けているかもしれずそして今期とても過小評価されているように思えることがちょっと悲しいとうーんそうっすかランキングでも10位には入ってましたしマイアニメリストの点数も上がっていってますしまああのね確かにこれだけライバルがどんどんと減っていった今期でも強えやつらがまだ あんだけいるっていうのはね、まあ素晴らしいことでもあるんですけど、堤防をさらに上回る、強豪が揃っていたと、あれだけみんなやられていったのに、まだこんな奴らが残っていたのかみたいな感じですけど、そんなに過小評価というほどでもないかな。まあ最近ね、私がここ何期か視聴してる、特に CGDCT は、評価低いことが多いんで、それの反動で、 堤防ぐらいだったら全然評価されてる方じゃないかという感覚になってるのかもしれないですけどまあランキングでもそんな感じだし今マイアニメリストの点数拝見したらですね7.09かうん本当に微妙にじんわり毎週上がってってますね毎週0.01ポイントずつ上がってってんじゃないっていう感じだけど少なくとも下がってっていませんしまあまたねこれがマイアニメリスト特有の現象で最終回にもしくは最終回直後に急激に 変動があったりしますんでねまあでもそこそこ。まあもっと評価されてたらそれに越したことはないですけど、あの6ポイント台を脱せずに時短打踏んでいた頃に比べたら、ふぅなんとかこの辺でっていうね、これを維持できればいいなという感じですね。で、その深さに欠けているかもという一言に対して、つまり、広がねっていうね、<laughs> 広が足りてないっていう。で、広ですけどね、前回私が気にしてた、広ってどういうのっていうね。 ヒロなんて使わないだろうと思ったんですけど、いや、ヒロに当たる英語があるはずと思ってたら、ファーソムって言うんですって、ヒトヒロは。これがやっぱり普段は使われない単位みたいで、英語圏でもすぐには出てこない単語みたいですね。ファーサム、複数形でファーソムです。うん、っていうらしいです。なるほど。また勉強になってしまったぜ。で、その、過小評価されてるに関しては、私も全く同じく感じていると。 まあ、好きで集まってる人たちのスれだから当たり前かもしれないですけど、本当にね、毎週すごい、この作品がいかに素晴らしいか、自分がいかにこの作品を愛しているか、は、尽きることなく語られてますね。政 g d c t の作品に求めるものがすべて詰まっていて、毎週最高だよ。火曜日の夜の寝る前のリラックスに最適というね。まあ、本当にいい作品ですよね。その、政 g d c t で、で、動画工房さんということで、さらに期待されてて、以前にも触れましたけど、 エディターテイメントとして完成度が高いというね。まあその点もね、触れられている方いらっしゃいますけど、今週のご教授の多さには学校に戻ったような気がした。今回の内容が次のテストに出てこないことを願うばかりだねと。多分出てこないと思いますけど、でもそうなんですよね。やっぱりこれはエデュケーショナリーな側面のすごく強い作品ということは感じられている方が多いです。で、前回で本当に終わり際にバタバタと飛び出してきた先生のね、 先生がどうやらハンターらしいというのは私にも驚きと情報型の両方だよと。で、残すところあとに話か、ということですね。はい。いやー、本当に名残惜しいな。テーブル終わってほしくないっすね。でね、さやかちゃん呼びか。そう、ここ数話はさやかちゃんの魅力をどんどん上乗せしてきたね。今までのさやかちゃんのイメージはただの酔っ払いで、周りの女子高生にちょっかいを出しているだけだと思っていたが、これだけだと本当ににッチの悪い女好きの酔っ払いですけどね。 お酒以外のことにも気を使ってくれて熱心に取り組んでくれる。加えてハンターの衣装もちょっとかっこいいよねと。うん。だからあの帽子だったんですかね。でしょうね。まあ釣りでも行けますしね。うん。特にあの着衣水泳とか救命に関する実習の時に跳ね上がりましたね。うん。まあ前回だったかでご紹介したあのね先生に対する苦情だけをわざわざ下記に来られた方がいらっしゃるぐらい。 だった人なんですけどで、その時のねディスカッションを改めてざっと見返してみたらまあ散々なね嫌われっぷりだったんですけどでもすごい特にここ数話は面目役所というね場面が多かったですねそして彼女は燻製機の作り方を知っていてチーズをいぶすのに使っている私が数十年若か,かったら彼女をワイフと呼ぶだろうな数十年経ってもうすぐ味噌汁でしょ先生 <laughs> まあその辺はねクリスマスケーキの例えとかありましたし部長が散々からかわれてるんでその辺にしといて。 で、これですね。うん。フグ。私、あの、ひなさんが、味ごつって噛まないとか言ってた時、散々バカにして、魚が噛むわけねえだろうみたいに申し上げたんですけど、フグってあんな噛むの。というか、フグの噛む、噛み切る力ってあんなすっごいの。ってね、あの時びっくりしましたね。釣リート切っちゃうだけでも相当びっくりしましたけど、そんなに鋭利で、かつ、平らに揃ってる、爪切りじゃんっていうね、思いましたけどね。さらに針折っちゃうってね。 まあこれはその、咬合力と、歯の鋭さと、あと動きね、うん、暴れたりすんのかなっていうね、感じですけどね、フグ、びっくりしましたね。なんで、魚に噛まれるかもというひなさんの懸念は妥当だったと。まあただ、その魚見りゃあかんじゃんって話かもしれないですけど、フグ知らなかったな。これ私知らずに釣れたら、普通に指噛まれたかもしれないです。あるんですね。魚に噛まれるってこと。で、そのフグですけど、私の大好きな魚の一つである、フグが、 漁師にとってあんなに鼻つまみものな魚だったとは知らなかったとうん私もあんなにズラズラとこいつここがこうであれがーでっつってもう本当に鬱陶さの塊みたいな魚なんだということを知ってびっくりしましたねえあんだけ釣り道具をボロボロにしてくれる上にしょっちゅう引っかかってくるって立チ悪いなあでそのフグに関してはですけどねあれねフグ毒あるって知らない人いるんすね この別の流れですけど、そういうコメント拝見してびっくりしました。夏美も最後にね、フグに毒あるなんて当たり前だからかもしれないですけど、おまけに毒あるから食べらんないしって言うぐらいの触れ方でしたけど、それを聞いてびっくりされてる方いらっしゃいました。フグって知らないか。ちなみに英語ではパッファーフィッシュですね。よく日本旅行に来られて、日本料理を食べに行かれるとか、日本在住で食べに行かれるとか、まあいわゆる最近いろんな方が始められてて、私的には本当に 嬉しいんですけど、J ブロガーのね、方が多くて、まあ、フグを食べに行こうかというね、ことは結構あって、その時も、うん、その毒があることで有名で、やっぱりね、それを実際に召し上がる前には、これでお別れかもしれないね、みたいな、いうことがあるぐらいなんですけど、そう。まあ、フグといえば、まず、その毒ですよね。ファンとしては、彼らが有害なクソガキだということをぜひ知っておくべきと、うん。そうなんですよ。そんなにみんな、誰でも知ってるんじゃないんですね。 あとね、見た目に関しては、ひなさんもおっしゃってましたけど、潜水士としては、ただの間の抜け、ただ間の抜けた様子で、水をかいているだけなので、ちょっと可愛らしいが、ねえ、かわらしさで言ったら相当ランク高いんじゃないですか。もう釣りするときは落としくてしょうがないでしょうけどね。全然。だからね、じゃあ、買うぐらいしかないんじゃないですかって思ったんですけど、まあ、大変なのかな、買うのは。なんか、堤防部の水槽で、 そのアクアリウムの一個としてできそうな気がしますけど。で、スティッチーズの方ですね。今回も多作ですね。黒岩先輩。テー部ーブ1234。王の狐な黒岩。ヒナ VS アジ。カジュアルなヒナ。夏目。<laughs> 夏目<美>。<laughs> 夏目。王のカジュアルな黒岩先輩。ハンチレスさやかねえ、これそうだと思ってね。まあ、そう。あのー、前回気にしてた。日本語では、寮の恩返し緒なんで、のくだりですけど。 まあやっぱり字幕でも普通にね、フィッシングとハントルになってまして、なんでフィッシングの方の漁師はフィッシャーマンじゃなかったのかわかりませんけど、で、ハントルは、そうだ女性だからハントレスになるんだなってね、このコメントで思い出して、あとコメディアンだったらコメディエンヌとかね、厳密に言うと、とかね、いうのを思い出しました。あとこの方はシーバスに関してはやっぱりね、釣りもやられるみたいですし、知識があるみたいですね。シーバス釣りにすごく行ってほしかったなーっていうね、 あとシーバスの大きさによって呼び名が違うのも面白いね。これはね、本当にスタントさんね、一個一個読まれてて、日本語での。で、日本でもどこまで他の地域に通用してるかわかんない。相当細かい俗称でしょうけどね。読まれててね、すごいなという感じでしたけど、私はこの一コマが大好きだということで挙げられてるカットなんですけど、これ素晴らしいですね。本当に。まあ前回は本当に背景美術の凄まじさ、動画工房さんのその腕前を、 まざまざと再認識させられる回でしたけどあの水平線に沈む夕日というね必殺技あれもすごかったですけど前回はやっぱりまあ、今回もですけど夏ということでねこの表現好きですよねこのシリーズの背景美術の方日の光が強くてハレーションを起こしているそのサテュエーションが上がっててもしくは色合いに歪みが生じているこのまぶしさの表現 よく使われますねっていう感じなんだけど、この雲の影のの描き方がね、ね。素晴らしいんですよ、ね、雲の背後に薄い部分があったりとか下の明るく照らされている雲の反射によって上にある雲の影に若干の照り返し明かりが返されているという表現がね、随所に書き込まれててまあ素晴らしいしこのパノラマでね書くんですけどこの方が 指摘されてる、特にひなと夏美が <laughs> 夏目があって書かれてますけど、が長い釣り竿を持ってキャスティングしているのがいいねと。そう、このね、延べ竿だったんで、画面の右から左までパノラマの景色の中を人当たりに横切る釣り竿という構図が素晴らしいですね。この切り取り方と描き方。というところを挙げられてましたと。あと、さらにですね、すごいですね、今回も長文ですけど、ついにアジのさらに刺激的な釣り方を体験した時のひなの顔よと。 うん。すごかったっすもんね。ひなさんすごいああいうところね。反応大きいですよね。鋭敏だ。何に刺激を受けるかという。ね。彼女、これは夏みのことですね。夏みは地元の方言まで移り始めたことに大喜びと。あるんですけど、まあ厳密なこと言うと、字幕では私らみたいな喋り方になってるっていう字幕だったんですけど、本当に細かいことですけど、夏みはそんなに目いっぱい方言じゃないですよね。まあこれは大野先輩もですけど、あそこは普通に なつみが言った日本語でのセリフ通り方言になりかけてるとかねでよかったんじゃないかと思いますけどまあ本当に細かいところなんで置いとくとしてまた魚についての情報がたくさんだねヒナがフグを釣った時は心配になったけどそうこれなんですよ刺す毒ではなく食べたらの毒だと思い出したこれがね日本語ではどうでしょう一言で言う言い方あるかな英語だと n o m マースっていうんですねっていうのとポイズネスっていうのがあるんですけどまあポイズネスは 分かりやすすい。ポイズンですよね。本当に毒。服毒自殺の服毒のときの毒はポイズネスでわかるんですけどその「触ったらダメ」とか「刺されたらダメ」とかああいうのも日本語だと「ドクドク」っつってね一色たになってますけどこれはまあよくありますけどね日本語では一言で分ける表現があるけど英語だと「双子」にしないといけないとかあるんですけどこれは逆で英語ではそういう単語があるんだけど日本語だと「2語以上費やす」という単語ですね。 ポイズネスとヴェノモス,ヴェノモスがね、何て言うかっていうね、思いつかないですね。これがね、まあ、例えば逆のパターンだと、英語だとお湯がないですもんね。簡単な例だと。ハードウォールですもんね。必ず。日本語だと、まあ、だからその境目が人におんじゃないっていうことで生まれなかったのかもしれないですけど、お湯という単語ね、熱いとお湯という呼び名になるっていうことを、まあ、これは日本語学習されて、そのことを知った方の驚きとかたまに拝見します。 お湯っていう英語がないように、Venomous を表す日本語はないかな私が知らないだけかなで、まあその毒のくだりですけど、あと、またしても美しい一コマだね、ということで、まあここはね、誰しもそうなんですよね、動画工房さんね、絵作り全般に関するこだわり、人物描写も背景美術も、あと、最近は特にそうですけど、CG の使い方ね、うん、あんまり CG としての凄さ、凄 CG にこだわりすぎて、 浮いてるとかねありますけどこの作品の画風の場合全体的に見てこのぐらいがちょうどいいとかね見極めの上手さとその使いどころのうまさねここは CG の方がよかろうみたいなまあこの辺は経験量ですね特にこの作品だと水面の表現ね手書きではとてもっていうねあのー、今回だと波打ち際のね表現も本当にひなの足元のドアップの時は手書きだけど円形の時は CG っていうね使い分けとかこういうのは本当にね 経験しながらノウハウを蓄積していくしかないんで、実力の一端が垣間見えてますね。動画工房はいつもこのような美しい背景美術で期待を裏切らないね。というね、完全に同意です。もちろん黒岩先輩はただアジゴを釣るためだけにヒナを連れてきたりはしない。<laughs> 読まれている。黒岩先輩が何を企んでいるのか、すでに掴んでいるために、大野がもう網を用意しているのが愛おしいと。まあ通じますよね。ちょっとあとね、まあ、話数が11話まで来たんで、季節のね、進みを。 改めて思い出しましたけど、まだ真夏だから、部長のそろそろ卒業が見えてくるみたいな話にはまだ全然いかないでしょうね。まだ半年あるかな。まあでも半年でもね、たった半年とも言えますし。なんで、2期当然あるじゃないですか。堤防ぐらいになったら。なんで、2期で卒業というぐらいになって、大野先輩が次の部長なんでしょう。うっていうね。だから、部長は今、こうやってひなたちに、まず、新米の釣り人として、いろいろと教えていたり、 危なくないか見ていたりしながらも、王の先輩に対して次期部長として教えなきゃいけないものも、ああやってどっかで意心伝心を築いていったりとか教えているんじゃないかなっていうね。まあ完全に予想ですけど、なんかそんな感じがありましたと。ええー、王の先輩が黒岩の狐耳で遊んでいるアイキャッチがただただ可愛いと。<laughs> うん。だあれは別に普通にただ、ただただ実在のものなんですねっていうね。 なんかその霊力によってできててとか、もしくは妖怪としての体の一部だから、常人には触れないとか、じゃなくて、普通にただ存在してると。なんだけど、まあ、10話までこうやってね、見てって、誰もあれを不思議がってないっていうね、何あれみたいな、あれだけおかしいみたいなのが、カイムっていう、このアニメ界隈。あ、これもね、ヒナが戦慄しているのに加えられるべきやつだよね。あのサバオリね、あれがサバオリなんだ。本物の技じゃなくて、本物のサバオリってやつを見せてやるよっていうね。 こととだだだったんだあれれなぁに加えられるべきやつだねと、うん、今回はだいぶうまくやったし、ただ終始気を失っていたりしなかったのはよかったと。強くなりましたけどねってね、特に前回思ったんですけど、今回ちょっとひなさん全然ですねっていうね、まだそっちは。ああいう虫とかね、足のない生き物、すなわち虫とか、全然耐性できてないですね。魚に触ったり締めたりさばいたりはだいぶ強くなりましたけど、生き物に対するあの反応全く変わってないってね。 あと、干物と刺身。うーん。干物も一夜干しだったらね、時間経ちすぎるとね、味も色あせたりとか、変な風味だけ凝縮されてて、きつくなったりとかしますけど、いいっすよね。干物と刺身。本当に毎回シーフードを絶望させることにおいて、この作品は実に肉らしいと。うん。同感。これでどれだけのみんながやられていったか。少なくとも私の近くの日本食レストランは、この方どこにお住まいなんですかね。すごい詳しいですよね。釣りにも、いろんな、なんか、 日本食日本の文物に対して、日本食レストランはやっと再開しているから、後で刺身を補充することはできるけどねっていうね。刺身は、もう、必須栄養素ですかひなとまことのクッキングショーね皆さん本当に好評でしたね。クッキングショーが天道ネタになって嬉しいよ。今回は、大野先輩が獲物をさばいているところを見ることができ、それが見事に作画されていた。さすがそこに、注目されるとは。ねえ、書いた回がありますよね。ちょっと、私、やっぱり、 あそこはね思い出しても拝見しててえこの人たち大丈夫ですかっていうね正気かって思いましたよね <laughs> ずーっとあの包丁を入れていく大野先輩の手元だけを延々書いてるっていうね普通あそこねカット入れますよね信じらんなかったけどね大野先輩は避難の失敗した切り身を美しいカルパッチョにしてワイフの素質をさらに発揮しているというねまあもうこれほんとよく言われる ワイフワイフ。王の先輩とあとね、先生なんですよね。マジかこの人たちって思いますけどね。先生がね、ワイフ候補としては、王の先輩と並ぶか、少なくとも2番手なんですよね。うん、渋いな、この人たち。包容力。彼女たちのカジュアルな服装を見ていると、特に王の先輩。彼女はその、これね、r e ドスウェ e ラーになってたんで、なんだ、読むセーターってと思ったんですけど、多分赤いセーターですね。レ e ドスウェー a がとても似合っていると。 良かったですよね。あの、私服。みんながどういうおしゃれをするか、もしくは、おしゃれをしないか、<laughs> いかにおしゃれをしないか、というところも、いろいろありましたけど、みんなの普段着の姿が見れて良かったというね。まあでも、ひなさん可愛かったですね。あの格好。ただ、本当にあれだとね、子供みたい、<laughs> 子供みたいでしたけどね。でも、ひながそういうの気にしてるっていう描写ないっすね。今んところ。なんか、大人っぽさに憧れるみたいな、子供っぽさがコンプレックスみたいな、ああいう人だとありがちな、そういうのないっすね。 今回はさやかが脳あるところを見せて飲み物以外にも持ってきてくれたねと。うん。すごいねえ、前回のもう終わりますよっていう頃になってドカドカと <laughs> 次々に繰り出してくるっていうね。うん。大急ぎでか。彼女が本物の漁師だとは思わなかった。さすがこれだけビールに散在しているんだから野生のイノシシやシカを買って手に入れているというのも納得と。うん。でそのねまあこれは本当にえすごーいって言ってる人多かったんですけど。 黒岩部長から見るとあれがけだから結婚できないんでってね <laughs> そのコメントにはね結婚できないってって驚いてる人は結構いらっしゃいました黒岩先輩はどうか知らないけど狩りをしてその食べ物を燻製にできる女性なんて私にとっては即ワイフの逸材のようなものだがうんそうなんですよだからやっぱりねこの方も大野先輩と先生をワイフとおっしゃってるとで最後になんという楽しくて教育的なお話 もう2話しか残っていないなんて信じられないとね。信じたくないっすね。堤防わってほしくないなーっていうね。今頃になって急遽13話追加されましたって邪神ちゃんじゃないですからね。ありえないのかっですけどね。まあ2期ですね。2期期待ですわ。なかなか難しいですけどね。でも最近割と私の大好きだった作品とか続きを絶望していた作品が次々と実現しまして、まあ邪神茶の3期とかご中佐の3期とか、 ゆるキャンの2期も来ますし、ンノンビ日和の3期も来ますし、ということでね、あとそうだ、ストパンの続編も来ますし、あと、この間晴天の霹靂のように、嬉しいことがありましたけど、街角魔族が2期。2> はぁ、あ、もう本当に、かつてないぐらいね、いい流れがドバドバ来てるんで、堤防にも期待ですね。うん、ぜひお願いしたい。で、あの、キツネ耳ね、まあ、これはね、キツネが出てくるとですけど、私は拝見してないですけど、千子さんね、思い出す人は多かったですね。 あのアイキャッチの件で世話焼き狐の黒岩さん絶対ありえないですね <laughs> 世話焼かれるのがせいぜいでしょあーでもなーうーんっていうイメージもあるんだけど今回もそうだしこれまでも何回かビシッとね後輩指導を決められてる先輩の姿とかまあ本当に見たら意外なんですけど忘れちゃいけませんねそうなんですよそういうとこしっかりしてるんですよただね世話焼きだとね王の先輩が隣にいらっしゃるんでその対比でねついつい 焼かれる方だろうって、ね、思っててね思しまいまいすけど <laughs> でもねこれですね。彼女はあなたのために料理をするのではなく代わりに料理の仕方を教えてくれますっていうね。いやーありがたいな。ああせいこうせ言われるんすか。そこちがーっつって。<laughs> まあでもそれもね教えてほしいですけど。世話焼き狐の黒岩さん。ありえないぞ。ってね。ヤジが聞こえてくるようですけど。主人公視点あなたうさっ早速小ネタができ始めてる先生ね。先生、ミーム化の未来。ありえますね。 で、今回ね、まあ、前回でもだいぶ長くなりましたし、で、その時に、ちょっと本当にだんだん長くなってきたし、いい加減気をつけますわってね、ちょっと意識しとかないとどんどん再現なく伸びていっちゃいますんで、と思ってた今回なんですけどね、ちょっとまた長くなります。すごいです。いや、これはね、書かれる皆さんがね、その情熱と経験の豊富さと、また読ませる文章を書かれるんですよ。なんでね、切れないんですけど、 楽しくてね、ほんとに。このね、千子さんが出てきただけで、こんだけみんなでいじり回すんですから、ほんと白い。この人たち、ヒナのさばきの場面で、音楽がスローダウンして、明るくトロピカルな曲から、たわんだダークな曲になったときは、完全にやられてしまったっていうね。うーん。あれは、触れてるコメント多かったですけど、スタントさんがね、ヘッドフォントントンしながら、ミュージックってね、あんなに明るく、ね、トロピカルね、南国風の楽しい音楽が、 徐々にスローダウンしていくだけでこんなにスプーキーで身の毛もよだつ BGM になるとはっていうねことありましたね。あとねさっきの過小評価されてっていうコメントに似てますけどこの作品はあまりにも知られずにいてつらいこれはそれほど深い筋書きをたどりはしないがそれだけであなたを元気づけることを成し遂げていて純粋に心を洗われ教育的な経験になるこれはアニメのこれねナッジオだってネシノジオグラフィックのことですね。 日本語だとナショジオって訳しますけど、向こうでも略称で呼ばれるんだ。ナジオ。うん。の経験のように感じる。今日は私が聞いたことがなかった。新しい魚の多くを学んだ。また、それらを裁く方法を知った。素晴らしいお話だったと。ただね、これはもっと知られるべき、もっと見られるべき。あと、過小評価されてると感じて、悔しく思われている方々には、後でね、小さいものかもしれませんけど、朗報があります。あと、こういうスれあるんですね。まあ、それあるかって感じだけど。 アニメサブレディットに、あれは一つのジャンルに関しておすすめの作品を集積するすれもあれば、個人的にこういう要素とこういう要素とこういうのがあって、みたいな、ちょっとカクテルの注文ですかっていうおすすめ作品を募ってるスレがあったりとかありますけど、今後は間違いなくどのおすすめスライス・オブ・ライフアニメスレにも投稿しなければならんねと。うん、なるほど。スライス・オブ・ライフアニメでおすすめ教えてくださいみたいなスレが立ってたら、必ずこれは、まあそりゃそうでしょうね。 いや、本当に、まあ、今期他にあるかわかんないですけど、まあ、間違いなく今季の最高のスライスオブライフアニメですね。来週のビーチ編、ね、ビーチエピソードってね、期待の声は若干ありましたけど、今回ご覧になってどうだったでしょうかもう本当に、CGDCT のビーチエピソードに欠かしてはならない。みんなでね、浜辺で水をかけ合って、キャッキャフフの場面ちゃんとありましたからね、バッチリだったでしょうね。 来週のビーチ編、むしろ黒岩がどういった服装をビーチで着るものと判断してるのかが気になるね、と。うん。ふん。特になかったですね。何も気にしてないんですけど、まあ普通のビーチエピソードだったら、まあみんな水着で部長だけ、なんか違うみたいなことあったかもしれないですけど、全身ウェットスーツだと思うが。森ね。森での量も披露してくれるかもしれないね、と。うん。これまだ出てこないし、まあ2期でね、あるかもしれないですね。潮干狩りの時にね、あの1話でも言われてた、 うちは釣りだけじゃ仲良くいけんねっていうのが潮干狩りで、そっか、そういう堤防部の活動もあるかと思ったんですけど、あと出てきてないのは、なんでしょうね。遠洋とか、遠洋まで行かなくても、船釣りとか、と網とか、と森ですね。まあ他にもいろいろあるかもしれないですけど、あとね、フグね、うん。なんでだろう。この画像を見て指が汗だくになったわ。うん。 やっぱ、フグといえば、あれかな、トゲ出すからかな。その痛みを経験されたことがあるんでしょうか。か、毒ね。うん。私がフグを見て最初に言ったのは、イエポイズネスっていうね。うん。このね、ポイズネスと、ヴェノモスの使い分け。これで学んだな。毒があるから、気をつけて。で、釣ってはいけない理由の長いリストに、その強調された側面が並んでいたのには、ちょっと笑ったと。<laughs> ねえ。こいつ、こうで、ああで、そうで、もう本当に鬱陶しいだけのやつなんだよっていうね。 そんなにボロくそかっていう。あとそうだねうっかり食べてしまってはいけないけどそれ以外の悪い点は好きか嫌いかにかかわらずつきまとうことだうーんあんなに欠点というかまあ生きていくには強みなのかもしれないですけどとにかく釣り人にとって嫌な要素ばっかり大量に持ってるっていうねでその夏みのあのずらずらと並べた苦情に関してはですね釣り文句というよりは即興のコメントだったが そうだな、その他の点もありうる可能性が高いなというコメントなんですけど、釣り文句というのはわざと使われてますね。あのフークとか、大野先輩のの王とかね、本当に好きあらばダジャレを誘発するこの作品ですね。で、さらにその評価に関してですけど、まあ多分皆さんそろそろ最終回が見えてきてることを意識されてるんでしょう。今季最高のアニメであることを改めて証明した回だね。過小評価されているのが残念だと。うーん。 まあこれは当然このスレの方だったらそう思われるんでしょうけどまあそういうバイアスを差し引いても同意ほんともういい作品だったなーっていうねなんですけどそれ言わないでよっていうね正確には昨シーズンのアニメねっていうね <laughs> すごい冷静な厳密で正しい事実の指摘それは言わない約束じゃないですかこんいいんすよ今期の今期のランキングにも選択肢に入ってたし誰も昨シーズン 誰も昨シーズンのアニメなんてことを覚えてませんよ。大丈夫ですよ。ちゃんと忘れないでいる人いるっていうの怖いな。覚えてやったかっていうね。これを見ていると、ヒナは釣りに弱点を持っているんだな。一度でも気にかかってしまうと、いくら手を加えても気が済まない。まあしつこいですよね。本当に。釣りに限らないですけど、一度気になったら、徹底的にできることをやらないと気が済まないっていう、ヒナさんでも今回の壁は高すぎてね、もう諦める一歩寸前でしたもんね。ついに、あのヒナさんが。 やりかけのものを放り出すかと思われたその時みたいなね <laughs> ね何回思い出してもあの長いブランクフェイスかつてない史上最長のブランクフェイスあれはやばいとお話としては釣りのさまざまな側面を説明してくれて同じものを違う方法で釣るともっと楽しいことがあるということを説明してくれているところが最高だね狐の耳が雪に生えたところでは がまあ、大きいのは大きいんですけど、なるほどと。あと、また、評価ね、点数に関して、ディスカッションの冒頭でご紹介した、今回すごく高くてですね、っていうね、あれですね、珍しいぐらい高かったんですけど、まあ、それでもいるよ、こういうやつっていうことで、まあ、いるんですよ。あの、低評価爆撃。どこから来てるのか知らないですけどね、どこから <laughs>、どこが差し向けて、もしくは、 個人的ににボランティアでで爆撃に来てんのか知らないですけど、もうこれは本当に低評価爆撃って言われてるぐらい必ずね CGDCT 特にスライスオブライフコメディ CGDCT とかになると軒並み全作品に低評価5段階なら5最低点をつけて去っていく何も一言も語らずただ低評価だけ投下していくやつがねいるんですよね謎なんですよねあれ昔から言われてるんですけどね 何にも言わないんですよねここに来て毎回最初から投票にバッドを投下してくるのは誰なんだっていうねだからもうスレが立ってすぐぐらいに開けてみたらえもう誰か先に来て投票を終わらせててバッドが100%になってるとかいうのを見かけられることがあるんでしょう私はだいぶ経ってからね伺いますんでこういうスレにはそういう異常なところを生で目撃することはないんですけどやっぱいるんですねおそらくあなたにダウン投票をしたのと同じアホだろう FWIW、これは叱るべくとか、それにふさわしくあるべくとかですね。私はあなたの投票を肯定多数に戻したと。<laughs> だから、その、低評価爆撃をしてくるやつは、それの内容を見てて、お俺の低評価爆撃に文句を言ったやつがいるっつったら、そのコメントにも、低評価を <laughs> 一発投下してくって。何をやってんすかね、わかんないですけど。まあね、それはやっぱり不均衡を感じられますよね。なんじゃそりゃっていうね。そう、あの、レディットはね、 この書き込み一個一個にアップボートとダウンボートがあって見た人がつけるんですけど、あとアワードもありますけど、ねえ、それを戻しておいたと。このねえ、この平和で特に今回可愛らしい、この愛くるしい作品に恨みを持っているのを想像するとなっていうね、コメントなんですけど、こういう CGDCT の何がそんなに妬ましいのか知らないですけど、見張ってて新しい話のスレが立ったらすぐに飛んできて低評がボーンみたいな。 意味が何か,か言いたいことがあんだったら言えばいいのにうんまあ多分だけど少年ボーイズのなれの果てとかでこんなもん作ってる余裕と金があるんだったら俺たちのもっとそのバトルヒーロー少年賞に回せと思ってなのかこんな作品潰れろとか人気なくしてもうアニメ化なんてされんなーっていう感じなのかな分かんないですよねいやねこれねまあ ランダムランボープロダクションさんは CGDCT のプロフェッショナルですから、この件に関してはね、何回か動画内でおっしゃってましたけど、嫌なら見に来なきゃいいじゃんっていう話なんですよ。その、わざわざ見に来て、バッドだけ押して帰ってくやつって何なん,なんてね、たまにおっしゃってますね。我々だって例えばそういうマイヒーローアカデミアとか、ワンパンチマンとか、アタックオンタイタンとか、わざわざ見に行って、ふん、つまらん、低評価とか、してませんよと。何なんすかって、どうなって、 てほしいのそれはっていうねまあ不可解なね行動があるんですよもうこれはずーっとあってねみんな見てんでしょうね毎、まあ、回なんじゃあれっていうねえー、あとですねこの方ね超長文なんですけどすごい貴重なお話がいろいろあってまあ他にもあるんですけど特に前回はねものすごい長文で熱い書き込みをされている方多かったんですけどまあ特にね響いたこの方の本当といい加減しょうがないとねどうやら長さになりますから今回もまた楽しいお話だった狐 プレッツキツネがロマジーのキツネ部長はいくら見ても飽きない何か面白いことが起きそうな予感がするからね浮き釣りは私の文句なく好きな手法なのでヒナがそれを学ぶのを見ているととても懐かしい気持ちになるショットウェイトって言うんだへえで UK バージョンのねリンク貼ってくれてますけどまあこれねそう細かいっすよねまあ細かい種類を揃えてないと自然界の生存競争をかいくぐってきた連中を相手にはできないということなんでしょうね だから全く同じ経験をされてるっていうね。ショットウェイトについての彼女の戸惑いも十分に理解できる。今ではほとんどの浮きには、推奨ショットウェイトがついてくるようになった。へー。なるほどね。浮きにも書いてあるっていうね。相方として選ぶべき、重りの。へー。なるほどなるほど。なんですけど、たまに古い浮きを引っ張り出すと、あなたを嘲笑うか、あなたを嘲笑うかのように、全く表示がないものが出てくることがある。さあ、当ててみろよ。まあ、外すだろうかな。なるほどね。 もうその浮きにどの重りをつけてくださいって書いてある甘っちょろい環境に慣れ親し,しんでしまったお前ら恩師たちのボンボンには分からんだろうかなというまあ、そこまでかわかんないですけどなるほどね便利さえ慣れてるとあれこの浮きどれつければいいんですかみたいな書いてねえんだよっていうなるほどね竿が硬くない分彼女が味後の抵抗を実感できるという細かいところが最高だね魚との格闘ほど楽しいものは数少ないそして彼女は結局 ののサバを釣ってしまうのではないいかと推測していたのだが、がこれは食べ応えがあるだろうな。なるほどなるほどまあこの後でね書かれててあすごい釣り経験の豊富な人なんだなっての分かるんですけどそのヒナの受け止めている感覚の違いがどういう理由かご自身の経験に照らして分かる人にはそういう細部がねすごく良かったとでねすごい若い頃北海のサバの群れを追いかけていたことがあったが新鮮なものは本当にうまいなかなかですよこの人大野かっこ 彼女の料理人としての技能を堪能できると思うと、誰であれ特別な人がいたら幸せ者だと思う。が、刺身用にさばいたのも見事な腕前だが、私の好みの調理方法は、きれいにして、それからホイルに包んで、浜辺の焚き火の下に埋めておき、後で食べるというものだ。なるほど。えつ、ー、<laughs> っといて焚き火するときに、埋めといて、で焚き火終わったら、出来上がりか。へー。いいですね。ちょっと石焼き芋っぽいですよね。 で、これなんですよね。あの、北海でっていうね。ってことは北欧。まあね、ヨーロッパの中でも、海産物の消費量、相当多いであろう、ノルウェーとか。ここまで本腰入れた経験を持ちだと、まあもちろんね、えー、オランダ、ベルギー、英国、デンマーク、どれもあり得るけど、まあすごいノルウェー感のある、ね、この方のお話ですけど、私は毎年、20年以上、 父とノノーーーーーーフフォォククブブロロズズにに釣り行ってていこれがちなみにですけど元の書き込みだと WithMyDA ってなってて DA ってなんだと思ったんですけどまあ多分 Dad の D が抜けてんでしょうとあとで父と息子のってありましたんでねあ違った英国だわへえノーフォークブローズに釣りに行っていて定期的に12週間はリラックスして釣りをし大抵は本当に良い父と息子の休日を過ごしていた川の速度制御のためブローズには雑草や植物がたくさん 生えているので多くの場所ではこれね分かんなかったんですよ私調べてやっとねぶっこみ釣りよりも浮き釣りがいいとうん。ただそれの厳密な違いは分かりませんただこのレジャーかなレジャーっていうのがなんだと思ったんですけどこれが釣りの方法だと唯一特定の釣り方ぶっこみ釣りと該当しましたんでそれでしょうと多くの場所ではぶっこみ釣りよりも浮き釣りがいいある年私たちはポッターハイアムこれも英国カージャーポロヘーグマン かえー、あ、ノーフォークぐにある。もう確定でっすね、これは。じゃあ、英国のこのあたりの。だいぶ詳しく。あるとしは、ポッター・ヘイグマンと呼ばれる場所にいたのだが、渓流場所が死んでいたので、うん。いくつかの道具をまとめて、橋を渡って、っいつも夕飯どころにしているフィッシュチップスの、あもう、はい、もう、完全に。フィッシュチップスの店を通り過ぎ、川の反対側の家や、ハウスボートの反対側をぶらぶらと歩いた。 右手に見える JCB を過ぎて下ったところだ。っていうね、わざわざその場所のリンクを貼ってくださってますね。すごく大敵。へえ。うわ、本当に英国らしいどんよりとした曇り空っていうのは偏見ですかね。へえ、こういうとこなんだ。っていうね、わざわざ。想像と違うなもっとね、やっぱり川釣りっていうと、私の脳裏に即浮かんでくるのは、もっと谷川っすね。両側完全に岩肌なんですけど、 そのイメージで川釣りって聞いて、これを拝見すると、すごいびっくりする。うん。こんなだだっぴい平地の真ん中に川が渡ってるっていうね。やっぱ、私の馴染んだ川とは全然違いますね。こういうところでやられたんすね。それまでで最高の釣り日和だった。晴れていて、風が少し吹いていて、体のほてりを防いでくれて、100匹以上釣れた。へえ、何釣られたんだろう。向こうでは何が川釣りのメインなんすかね。英国では。 うん、100匹以上釣れた。浮きが消える前に過労死で針がかかることも何度かあった。これはやっぱり釣り経験の豊富な方だったらこの表現でどういう超過というかそのコンディションだったかわかるもんなんですかね。退屈させたらすまない。でも最高の釣りの思い出の一つなのでぜひとも共有したいと思ったんだということでね。いやーたっぷり書いていただきましたね。本当にちょっと小説の一節でも読んでるかのようなこの。 文章うまいですねこの方なんか本当にその経験を追体験するかのようなまあ具体的にね地名とかさらにはその景色を見せるためにわざわざアドレスまで貼っていただいたんで想像しやすかったってのはありますけどいやー本当になるほどこの時の釣りの経験が最高だったというお話でしたかっていうねすごい読語感の余韻のあるお話でしたね体験談を教えてくれてありがとう。 このような作品にはいつも素敵な追加情報だよということでね。いいもん読ませていただきました、ほんと。まあでもね、このぐらいの長いやつとかね、まだまだたくさんあったんですけど、まあ本当に前回のスレはね、皆さん語られてましたね。で、あと、あのコモンは完全に嫁候補だとだけ言わせてくれ。<laughs> I'm so freaking l u c l y っていうね。やっぱ多いっすね。あんだけもう受け付けないぐらい嫌ってる人もいる一方で、やっぱ懐の大きい大人の男だと。 むしろ嫁候補だという方はね、本当に多くてね。あと、新たにね、これがですね、さあ、釣れたぞと。これこそまさに、先輩一匹釣れましたーっていうね、やつなんですけど、この時期になっていらっしゃいましたね。新たに見始めるべき作品が尽きていたので、ゆるキャンの大ファンである私は、2週間前にこれを試してみて、本当に良かった。見事な作画。ローマージーで書かれてますけど、見事な作画。特に色使いとちょうどいい配分の癒したいお笑い。 そして趣味の情報でとても素晴らしい作品になっている。特に2020年のようなイベント盛りだくさんの年にあってはねということでね。まあ本当にこの時期ね、いろんなイベントがありまして、数々の作品が足止めくらっていった中で、まあこの人もおっしゃってますけど、見るもんなくなったなということで、新たにこの時期になって堤防を見始められた方がいらっしゃいましたと。で、 まあこの方がコメントくださったんで分かったんですけど、まあそういう層が確実に一定数いらっしゃって、なんでそれもあって、最近のランキングではね、なんとか10位以内に食い込み、点数も7ポイント台より下ることはこの先ないだろうというぐらい順調ですんで、なんで過小評価されてるとか、全然見られてないとかで嘆かれてた皆さんにはこちらのコメントも朗報ですし、本編をこうやって11話まで見てって、 これはどっかでがっかりさせるような作品じゃないぞというね、この濃密さと素晴らしいいちいち何にかけてもアニメ作りの腕前ね、本当に全方位無敵ですよね、動画工房さんって。ということをもう確信してますんで、この後下がること絶対ないし、最終回に向けてここへ来て予想外だった、予想してた人いないでしょうね。まさか堤防でね、主人公の巨大な敵を目の前にして、あまりの力不足に 残敗を喫するというね。そして、挫折一歩手前で、先輩の教えによって踏みとどまり、再挑戦に向かって立ち上がるというね、熱い展開。まあ、これは、最終回相当、行くでしょうね。いや、楽しみだけど、ほんと、ひなにとっても、最大の山場ですね。大変そうだけどね。はあ、っていうね、コメントがありまして、前回11話のリアクションディスカッション、拝見していきましたが、まあ、すっごい長くなった。これでも抜粋してますし、 これよりさらに山ほどマイアニメリストに長文のコメント熱いやつ詳しく細かいところまで書かれてるコメントとかあったんですけどもう本当にいい加減しようがないとやばいと危険だということでこのぐらいにしときますけどすごかったっすね前回とかうんでしたねさてで今回ですね今回の反応の大きそうなところとかどう反応されるか気になるところを 振り返りがてらちょっと見ていきたいんですけどまあ冒頭のバリカ兵ちなみにこれちょっとまたね危ないんで気をつけないといけないんですけど面白い生体の魚ですね内臓の形まで配置まで面白いっていうねうーんこの辺も面白いんで一腐りあるでしょうねなんじゃれみたいなのとまた王の先輩の株がもう高止まるというねあとなんだ今回は冒頭からいきなり おいおいどうしたといきなり皆殺しですかっていうね、すごい。このレベルの飯テロを冒頭でさっさとやっちまおうって。この後何が来るんだっていうね。普段だったら飯テロはね、この作品のとどめの一撃なんですけど、いつもはとどめに使われる兵器がすでにと、あとね、まあ、またお会いしたいなと思ってた、店長ね。ああ。よかったっすね。終わる前にもう一回、お会いできてね。特にそのお声を拝聴することができて。しかも今回はね、結構再登場を、 待たれてる方は多かったんですけどもうずっと店長のターンでしょう。ここ中盤うん結構出番長いですねいや良かったっすね本当にでやっぱりまあそりゃそうなんだけどまさに期待されていた通りのないしそれ以上の釣りに関するまあ当たり前なんだろうけどそのねグーの根も出ないようなその凄まじい知識量とあとねやっぱり教え方というかこんなんもあるよみたいな いろんなその技能水準とか経験値の高とかお客さんをそれぞれバラバラのお客さんをこれまで数限りなく相手にしてこられたんだろうなという感じがするあのね対応力説明の上手ささてねでまあ <laughs> いやこれはちょっと本当にひなさんマジっすかっていうね <laughs> あと顔芸ねうーんまあすごいんですけどあと本当におかしくってしょうがないんですけど そこまでかっていう、もう徹底的に絶対に虫だけは嫌っていうね。特にああいう虫。あとフレーム。<laughs> まあね、あの、わざわざ動画工房さんが不気味に見えるように、ひなから見ていかに不気味か、少しでもその気持ちが伝わるように、わざわざフレームレートを上げてまで、あのキモさを表現してくださいましたけど、まあそれにしたってひなさんよというね。まあでも面白いですわ。うん。疑似絵にもあん、ね、そう。まあこれでひなさん平気だったら、 疑似鋭には触れずに生き鋭に直行してたでしょうから、そっちが通行止めになってるヒナさんのおかげで、迂回を余儀なくされて、迂回路での何が学べるかということを見ていくことになると、うーん、すごい、で <laughs> もすごいな。絶対のやっぷりと、本当にいろんな顔芸の手札をお持ちですねっていうね。まあこれも経験によって割れんだろうな。そして初めての惨敗、完敗ですね。まあこれは反応期でしょうけどね。その、その敗北を知ったヒナのブランクフェイス。 あと、リベンジに向けて再び燃え上がるひなさんね。うん。これワクワクしますし、あの、生き栄えの嫌悪感も尋常じゃなくてそこまでかと思いましたけど、今回こうやって賞賛が見えてくると早く試してみたくなって、ハンマーバイアスがフル回転するひなさんのあの熱意ね。これはこれでまた意外なんですよね。そんなに燃え上がるかっていうね。まあでもこの辺ですね。ひなさんのあの、頑固だったりしつこかったり、 一度気にななっったららね、ね。いいいくら手を変えてても納得しないっていう、ね、頑固だったり強情だったりですぐ調子に乗っておわったばっかりのことを人に説教するっていうところとか調子こきなところとかまあひなさんのいろんな面が見えたねもう今回ねだいぶひなに焦点当たってましたしそのひなが直面する状況が割といろんな反応を引き出す極端な状況だったりしたんでそういう意味でも反応が大きくて。 鋭敏な回で、改めて非難の性格がいろんな面から描写されるという回でもありましたんでね。まあ、その辺も、まあ、これは見る人によってね、いろいろあるでしょうね。<laughs> あのブランクフェイスはね、見てて辛いという人もいらっしゃるでしょうし、おかしくもあるし、<laughs> 可愛らしくもあるしねでしょうね。で、さて、次回に向けて、ここでついに二話に渡たった戦いが来るかということで、またその辺も感想あるでしょうから、その辺ですね。 あの冒頭でちょっと面白い新しい魚と軽く絨毯爆撃のメシテロがあってさてだ新しい獲物なんだけどみんながザーッとするっていうねヒナがキス釣りましょうよって言っただけなのになんだこの空気みたいなでさて準備がすごいですね今回準備と現地についてやり方の説明ほんと詳しいですねこれはちょっとねこれまで説明を省略してた 回ではそ釣る場面の描写でその回で力を入れてるところを見せられていたんですが今回はちょっとねこの入念な支度の仕方はちょっと大きい戦いの予感させますねでまあ散々のひなさんのあの右往左往と顔芸とあとはねえさてどうやって再び立ち向かっていくかというところを が多分だけどまたこの後リアクションとかディスカッションを拝見していって反応が大きかったりとかあとどんな反応されてるか気になるところになるでしょうねっていう感じですねなんでまたその辺のところを次回までの間に色々見ていきながらまた何か面白いことがありましたらお話ししようかなと思っているところでございますというところですかね今回はそんな感じで放課後堤防日誌第11話見ていきましたお付き合いいただいた皆さんありがとうございましたまた次回でお会いしたいと思いますそれではまた